僕のことを好きすぎておかしくなっちゃう人たちもいます。星川とのチューリングラブで離れていった人たちもいます。まああれは僕も良くなかったから一概に責めたりはしないけど、そうよ、成仏した人たちもいるのよ。いや、そう、あれは別にチューリングラブよりも僕の対応が悪かったのももちろんあるんだけど、昔の話だけどね。僕が今ほどリスナーとの距離をこううまくできてなかった時代があったんです。リスナーの言葉とかに今よりももっともっとちゃんと耳を傾けて、一人の友達ぐらいの感覚で考えてた時期があったんです。まだリスナーとレスバーしてた時ね。その時に星川とねチューリングラブをあげたんですよ。でさあ、怒ったのよ。嫉妬とかなんかもう押してんのバカらしいわみたいな方たちもいて怒って、で、まあ、その時の僕の主張は、たくさん活動していく中で僕7割ぐらいの人が喜んでくれることなら、ちょっと嫌な人がいてもやるよって、嫌なら見ないでねーを言ってたんだけど、それを聞いたその怒ってる視聴者さんたち、一部の視聴者さんたちは、その7割のリスナーが喜んでくれるなら3割のやつはもうどうでもいいっていう扱いなんだっていう言い分とか、まあ他にもいろいろあったんだけど、まあそれが全部じゃないんだけどとかがあって、それに対して僕も、いや違うよって、活動の一本の動画での話でみたいなっていう、違う、そうじゃなくてって分かってほしかったのよ僕は当時で、いろいろ言ってて、もうそこから打足よね、結局伝わらずに。でも結局向こうはもうなんか押してんのバカらしい。まあそっからなんか、なんだろう、もうその件に関して関係ない悪口に派生したりとかして、で僕がその当時アイコンをリスナーさんにあげるっつってアイコンを書いてたんだけど、それを使って捨て垢でなんかね攻撃するようなこととかがあったりで、反転されちゃってっていうので、ああもう僕がこうやって心から言葉を紡いでも、もう娯楽として見てる人には届かないんだなって当時思って、で僕はマシュマロを閉じて、昔もそうだったけど、今僕がしたいことを見せてそれを楽しんでもらってみたいなのになったねっていう考え方になりまして、昔はもっとこうリスナーがこれをしてほしいとか、これやってほしいとか、いろんなのが、まあそのチューリングラブだけじゃなかったんだよ。今はなんかね、その反転した人のことをできれば悪く言わないでほしいんだけど、その時なんかコラボの頻度とかも、まあなんか花火大会をやろうっつって、夏までに花火大会やろうって言って、特にコラボが多かったのよその時は。ほんでっていうのも多分重なってたと思うから、そんなに責めないであげてほしいんだけど、っていうのもあって、まあその僕もちょっと病んでいろいろあって、まあ他方面にご迷惑をおかけして、それこそ星川とかにも謝罪したりとか、ふわっちにねちょっとネタにされていじられたりとか、裏で今だから言えるけど、いやでもありがたかったねその時は、とかもあっていろいろ変わりましたね、リスナーさんに対しての考え方っていうのは。それこそ、あ、嘘、星川いた？その説はお迷惑おかけしまして申し訳ございませんでした。だからまあその時の、まあ、その瞬間にしか多分僕の気持ちも、その反転しちゃった人の気持ちも分かんないと思うから、それは責めたりしないでほしいなって思う。僕にも悪いところあったし、でも僕は少なくともそのことはなんかこう自分が成長する大きな出来事の一つではあったから、じゃないとそのもう今ね潰れてる精神的に。そうよ、割り切るいい機会ではあったね。もうだから金星はやんないとかはないよ、その待つことはダメとかもない、その時の話を。確実にいい方に進んだなって思うからこうやって話せてはいるね。